で、次にタマモレック地区、昨年からですね、モレックパイン3という物件を販売させていただいておりますけれども、こちらのジョホールバルでですね、高級住宅街と言われるエリアです。で、オフィス街よりもですね、多くの銀行が集中している地区だとしても有名です。これは風水がいいと言われています。大型スーパーマーケット、ジャスコとかですね、カルフール、テスコなどですね、外資系のスーパーマーケットも近くにあってですね、非常に生活がしやすいです。で、エリアとして、非常にその犯罪率も低くて、治安がいいエリアだと言われています。で、この右の写真、右の写真の中の右の建物、これがモレックパイン1で、左がモレックパイン2ですね。で、左の方が敷地内にあるプールになります。で、こちらはモレックパイン3、現在もうすでにもう完売しておりますけれども、現在建設中の高級コンドミニアム。で、信用あるデベロッパー国グループとありますけれども、日本だとシャングリラホテルが有名かなと思いますが、シンガポール、マレーシア、香港でですね、たくさんの、彼らの、コックグループのグループ内の企業が上場しております。で、このコックグループ、もう本当にフォーブスにも載ってくるような創立者の方、大富豪なんですけれども、ジョホールバル出身でですね、ジョホールバルから始まった企業です。で、今のジョホールバルという街をですね、コックグループが街づくりをしていったと言っても過言ではありません。しっかりしたこうエリア、街はですね、すべてコックグループが作っていっていますね。で、このコックグループが建築した物件だということで、銀行の融資も圧倒的に違います。非常に信頼感があるんですね。で、これは投資する上でも非常に大切な要素ではないかと思います。やはり、地元の方も安心して、信頼しているデベロッパーの物件だということは、何かその転売をしなくてはいけない時、そういった時にですね、地元の人にも出口があるということは非常に、有利な材料なんじゃないかなと思います。で、左の写真が建築中の、様子ですね。で、こちらジョホールバルには今外資あごめんなさい外国人がですね、満足できるような、クオリティの高いコンドミニアムというのは今まだないんですけれども、こちらファシリティも充実しております。で、プールとかですね、テニスコート、ジムなどがあるのは当然として、人工温泉というものをですね、設置して、日本人の方がですね、安心して、快適に過ごせるような工夫もですね、このコックグループの方がしてくれています。こういったグローバルはですね、縁があって、このコックグループのような大企業とですね、案件を作っていくところから一緒に取り組んでおります。で、こちらモレックパイン4、これが今後ですね、皆様にご案内をさせていただく案件になってきます。モレックパイン3の隣に立ってきます。で、こちらはさらにですね、贅沢に土地を使っていって、で、一人一人のですね、その空間というか、土地の占有率を高めています。で、このモレックパイン4、モレックパイン3と比べてですね、価格も20%とか30%とか値上がってくると言われております。で、今年2011年にジョホールバルの不動産市場というものが、20%程度は間違いなく上がるだろうと言われているくらい成長しているんですね。で、ですので、このモレックパイン4、こちらも当然のように値上がりをしていきます。で、これは建材の高騰とかですね、人件費の高騰なども影響しております。で、
建築会社もですね、今ジョホールバル内で、たくさんのプロジェクトが同時に進行しております。その中で良質の建築会社を確保していくということも大変なんですね。ただ、そのような中でこのモレックパイン4というものを、進めていきたいと思っています。で、モレックパイン3からモレックパイン4の価格を比べてですね、そんなに高くなるのかということで、ちょっと躊躇してしまうかもしれないんですが、首都のクアラルンプールと比べるとですね、例えばクアラルンプールの、ある物件、高級コンドミニアムはですね、1スクエアフィートあたり1550ディンギットです。で、モレックパイン4はと言いますと、値上がりをすると言ってもですね、単価としてスクエアフィートあたり600リンギット程度です。半分以下なんですね。で、これはジョホールバルという町は、マレーシアの中で経済的に第2の都市だと言われています。で、シンガポールという、国ですね。シンガポールという国、大きく成長している、このシンガポールとですね、経済的に、一体化していく。で、そういった中で、ジョホールバルの街の成長が見えていくという中でですね、このクアラルンプールとの価格の比較というものをしていただくだけでも、いかに今のジョホールバルが割安かということが、お分かりいただけると思います。